ここは岡山県瀬戸大橋のたもとにある小島駅です。今年のバースデー切符もここからスタートです。2019年、20年と来て、今年は3回目のバースデー切符の旅です。3回目ということで、四国の路線は大体分かったので余裕。今回は焦らずゆっくり旅をします。今回も3日間日帰りの旅となります。時間的には厳しいですが、その代わり荷物が減るので身軽に動けます。向こうにやってきたのはマリンライナーです。香川県の高松と岡山を結ぶ列車です。この旅では3日目に乗る予定です。昨年はちょうど台風が来て列車は運休、ダイヤが乱れて大変でしたが、穏やかな海が嬉しいな。今年は大丈夫そうです。5時40分ごろ、お客様が列車に接触したため、潮風が運休になってしまいました。潮風は岡山と愛媛県の松山をつなぐ愛媛行く列車です。なんか前にもあったな、こんなこと。前に人身事故に遭遇した時も、お客様が接触したのは朝5時台でした。早朝5時って、お客さんが列車に吸い寄せられる何かがあるんでしょうか。でもまあ幸い今日私が乗るのは潮風ではありません。南風です。今日は高知へ行く予定です。いやー、今日潮風に乗る予定にしてなくてよかったと思ったところで、駅員さんに声をかけられました。事故のため多度津駅が動いていないんですよって。多度津駅は愛媛へ行く路線と高知へ行く路線のちょうど分岐点になる駅で、多度津駅は南風も通るんです。とすると高知行けないの？駅員さん曰く、列車は高知へは向かいますが遅れます。どれだけ遅れるかは分かりません。まあいっか。今回乗るのは南風のグリーン車ですから、あの席なら長く乗っていても辛くはならないでしょう。特急南風は数年前に列車が新しくなったばかりでとても綺麗。トイレも綺麗です。席、座り心地のいいシートにレッグレストもついています。コーヒーとお菓子も持ってきましたから、カフェにいる気分で待ちましょう。宇多津駅で停車。ここで南風は高松駅からやってきた四万十号と連結します。四万十号ドアが開きます。行き先が同じなら一緒に行きましょうってことですね。
降り口は左側は降りなさい、お足元ご注意ください。左側のドアが開きます。開くドアにご注意ください。丸亀につきます。ご乗車ありがとうございました。多度津につきます。降り口左側3番乗り場到着です。乗り換え列車ご案内いたします。特急小川線1号松山駅3番乗り場8時9分の連絡です。普通列車の琴平行き3番乗り場8時20分の発車です。普通列車関音中期3番乗り場8時31分の発車です。乗り場変わる場合ございますのでご注意ください。乗り場が変わる場合ございます、ご注意ください。特急小風1号松山駅3番乗り場8時9分の連絡です。普通列車琴平行き3番乗り場8時20分の発車です。普通列車の関音寺行き3番乗り場8時31分の発車です。発車番線変わる場合ございます、ご注意ください。ご利用ありがとうございました。多度津に着きます。降り口左側3番乗り場に到着です。多度津での出走、次は善通寺に停まります。善通寺、琴平、阿波池田、大歩危、大杉、土佐山田、御免、終点高知の順に停まってまいります。多度津に着きます。多度津駅まで来れました。遅れは5分くらい、少し遅れるくらいで意外とスムーズに来れました。よかった。遅れての到着です。私遅れましてご迷惑をおかけいたします。お詫び申し上げます。阿波池田に着きます。2番乗り場到着です。特急鶴見三役号徳島行き、着きましたホームお隣3番乗り場停車中です。次もお乗り換えです。あの列車は徳島駅へ行く特急鶴見三です。本来であればあの列車はもう出発している時間なのですが、待っていてくれたのですね。あの列車に乗り換え予定だった人はきっと胸を撫で下ろしていることでしょう。あの列車の次は2時間後ですからね。四国の列車は本数が少ないので、乗り遅れると命取りですよ。ありがとうございます。特急列車南部1号四万十3号高知駅です。大歩危を出ますと大杉、土佐山田、御免、終点高知の順に止まってまいります。特急列車南部1号四万十3号高知駅です。まもなく発車いたします。ドア閉まります。高知駅に着きました。あ、
黄金デッキがついてる列車だ。走ってるって噂で聞いたことがありますが、これなのですね。この列車が走る湖面の針線は乗ったことがありますが、海がよく見える眺めのいい路線だったので、黄金デッキからの景色はいいもの見られるでしょうね。乗ってみたいなぁ。けど今日は別の場所へ行く予定にしています。中村行きの特急足吊りです。これに乗って高知駅からさらに西へ向かいます。高知駅から西へ行くのは初めてなので楽しみです。ここで線路は分岐して、愛媛へ行く淀線と、宿毛へ行く黒潮鉄道に分かれます。私はこの列車に乗ったまま、黒潮鉄道の方へ行きます。黒潮鉄道は JR ではないのですが、列車の乗り換えしなくても、黒潮鉄道として走るのは便利でいいですね。乗務員さんは交代します。アナウンスいいですね。別の土地に来た実感が湧いてきます。久保川駅で駅としては分岐するのですが、実は線路はまだ分岐していません。淀線と黒潮鉄道の真の分岐点はここです。左が淀線、トンネルへ行く方が黒潮鉄道です。
そのトンネルは地図で見ててずっと来てみたかったんですよ。ここはループ線なのです。先日奥出雲オロチループというループ橋を通りましたが、あれの鉄道版です。山を安全に下れるように線路がループを描いています。ループ線は在来線では全国で4カ所しかないというレアな場所です。だけどここはオロチループみたいな橋ではなくてトンネル。実際に通ってみるとトンネルなのでループ線を走ってるという実感はあまりなくて残念ですね。 GPS も届かないようでマップも動きませんでした。ループ線のゴール、トンネルを抜けたこの辺りは分岐した淀線の列車から見えるらしいです。淀線に乗ることがあったら本当に見えるかどうか確認してみたいです。ループ線を抜けると列車は南へ進み海沿いを走ります。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急足摺1号中村行きです。次は御大島に参ります。太平洋綺麗ですね。海沿いの道路いいな、ドライブしたくなります。ここで降ります。ここは無人駅なので、降りるときに切符を見せないといけないのですね。出たところで車掌さんに呼び止められちゃいました。駅前にドラッグストアがありました。ちょうど欲しいものがあったんですよ。道綺麗ですね。さて、今日の目的地はうどん屋、いろり屋です。いろり屋は水曜どうでしょうに出てきたうどん屋さんです。駅から歩いて行けることを最近知って行ってみることにしました。四国のお遍路さん88箇所を巡るという企画のパート2とパート3に出てくるのですが、これを見た人はきっと一生に一度は行ってみたい場所の一つになっているんじゃないかな。藤村 D は香川以外でうまいと思った店はここだけ、大泉さんに至っては四国で一番美味しいと言っていたというお店です。パート2でこのお店美味しいぞってなって、パート3ではいろり屋さんに寄りたいけど橋摺岬のそばにある38番のお寺に行かなければならない、そこへ行くといろり屋さんを通りかかる頃には夜になってお店が閉まってしまう、どうするってなって、それならテレビの高度な編集技術を使って
言ったような風に偽装しようぜってことになって、38番のお寺はすっぽかしました。そこまでしてでも行きたかったイロリアさんです。ここがイロリアさんです。駅から15分か20分くらいで着きました。それだけ歩くと夏はちょっと汗をかきます。自前の扇風機を出しました。カウンター席もあり、お店の雰囲気もおしゃれで、こんな光で来ても気兼ねなく食べられるところでした。まずはさっきのドラッグストアで買った酔い止めを飲みます。実は南風で酔ってしまって、列車遅れていたのでいつもよりスピードが出ていたんでしょうね。それでずっと気分が悪かったんですよ。駅前にお店があってよかった。これで安心です。さてどれにしましょうか。冷やしぶっかけ天うどんを食べる気で来ていたのですが、今日はやっていないそうで、ぬくい天ぷらうどんにしました。ぬくいは高知でも通じるんですね汗をかいて扇風機を出しているのに、ぬくい方を選んだのはちょっとおかしいですねなんかね、天ぷらが食べたい気分だったんですよ。あと、美味しいって噂で聞いたので、卵かけご飯も頼んでみました。うどんは薄力粉で作っているそうで、柔らかくもちもちの麺でした。天ぷらも美味しかった。そして卵かけご飯、だし醤油をかけていただきます。こちらも美味しくって、お土産コーナーにこのだし醤油売られていたので買って帰りました。美味しかった。大泉さん、美味しいところを教えてくれてありがとう。この後は太平洋を見ようと、入りの海岸っていうところが近くにあるので行ってみようと思ったのですが、地図をよく見たらここから700メートルと意外と遠いことが分かったので、諦めて駅まで戻ってきました。駅にはケーキ屋さんとコーヒー屋さんが入っています。枕木ってあの線路にくっついている、あれって販売されることあるんですね。普通列車が来ました。黒潮鉄道の列車、かわいいですね。そういえば、黒潮鉄道って、現役の車両を実際に動かせるという運転体験を開催しているそうですよ。一般の人が列車を運転できる機会ってなかなかないですよね。すごいですよね。駅の中にあるコーヒー屋さんでアイスコーヒーを買ってきました。ハンドドリップで入れてくれるちゃんとしたコーヒー屋さんでちょっとびっくりしました。10月からは駅でレンタサイクルが始まるそうで、次に来るときはイロリアさんへ行くのも楽になりそうです。今日はこれで帰ります。乗る列車が来ました。駅のケーキ屋さんでプリンとシュークリームも買ってました。
列車の揺れでプリンのプルプル感がわかりますね。この列車揺れますね。いただきます。おいしい。シュークリームはこんな感じ。なんか普通のシュークリームと違う感じがしました。シュークリームというよりは何だろう、わからなかったですが変わってて美味しかったです。いやー、景色も綺麗。今日の旅はうどんを食べるだけの旅ですけど、それでもこうして綺麗な車窓を見られるし、こういう旅もいいです。あ、観光列車時の夜明け物語です。高知駅と久保川駅の間を走る2020年に誕生したばかりの新しい観光列車。今日はこれに乗ろうかいろり屋に行こうか天秤にかけていろり屋にしたんですが、観光列車もやっぱりいいな。乗ってみたいです。人に私はなりたい。高知駅で乗り換えます。ホームのキオスクでロックン馬地村という高知の名物ジュースを買おうと思ったんですが、売ってなくて意外でした。改札を出た1階のお土産屋さんでは売られているのですが、乗り換えの時間の都合で行けませんでした。残念。再び南風に乗って小島駅へ戻ります。大歩危駅で昨年真ん中千年物語から見た大歩危の橋が綺麗だったことを思い出して、見てみようと後ろへ行ってみたんですが、川が綺麗だなとそっちを見ていたら渡り降りていました。特急早いですからね。やっぱり大歩危の景色を堪能しようと思ったら真ん中千年物語がいいですね。景色のいいところはゆっくり走ってくれますから。今日の旅は水曜どうでしょうのうどんに引き寄せられていた旅でしたが、土佐入野駅、ガイドブックを見ながら行き先を決めていたら見つけられない場所じゃないかな。駅のコーヒーとお菓子も美味しかったし、街も綺麗で、知らなかったいい場所を発見できて充実感がありました。最初は人身事故でどうなることかと不安でしたが、終わってみると楽しい一日でした。小島駅に着きました。今回の旅はこれで終わり、明日は早朝から出発です。